カメラマスです。フレミーです。ドラです。ナメです。で今回も豪華メンバー3人でありがとうございます。よくあの3人が講習会とかされると思うんですけど、どういったあの悩みをされる、悩みを相談されることが多いですか？講習会で一番多いのは、バックハンドがうまく飛ぶのが、綺麗に飛ばないのが、どうしたらいいですか？やっぱバックハンドなんですね。やっぱ特にバックハンドっていうのは一番狙われやすいと思うので、それをまあそれぞれの考え方で、あの今から特徴というかあのポイントを言っていくので、ぜひ参考にしてバックハンドを克服してほしいと思います。じゃあ今回は、先ほどの新メンバー3人で、バックハンドストロークやっていきたいと思います。レッツゴー。バックハンドで意識していることは2つあります。1つは、フォアハンドと同様にテイクバックを構えた状態から素直にまっすぐ引いてあげることと、そこから打ち出していくときにラケットが先ではなくてまず腰から動いていって、その後にラケット、最後に胸を開くという、この流れを意識しながらバックハンドを打ちます。
ックハンドで一番意識していることは、打点をしっかり前に取るために後ろから前にフットワークをするということです。真横に入ってしまう とボールの内側を叩いてしまいがちでスライスになっていい回転がかからないので、なるべく一本中の中からでも足をサボらずに後ろから前に円を描くように入るように意識しています。バックハンドで意識していることは、まずは左手でラケットを引くことです。左手でラケットを引いたら自然とラケットの後ろに行ってそこから伸ばして、でも丸くなってしまうとどうしてもボールに力も伝わりにくいと思うので、しっかりまあ公式のバックハンドとか見てもらったら分かると思うんですけど、しっかり胸を張るっていう、僕は左手を今意識していることは左手を後ろにやって胸を張る感じで打つといいボールがコントロールしやすいかなって思います。以上です。僕自身そのバックハンド得意じゃないんですけど、3人の伝えてることについてとても勉強になりました。参考させてもらいます。バックハンドはやっぱり試合の中で一番狙われやすい部分だと思うので、そこを強みにできれば勝つ確率もかなり上がってくると思うので、ぜひマスターしてほしいと思います。はい、僕も長谷さんのバックハンド見てすごい勉強になりました。僕もこの動画見て勉強したと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価の
願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。